青木さんが作る作品は同業者なら技法に絶句するだろうが、陶芸に疎い素人であってもその美しさや力強さに心を動かされる。それはつまり言葉通りの世界観を我々に提示している証と言っていいだろう。しかし実績や自信を背景に読めない。読めなかった。もう一回行きましょう。いいですね。違うもん。違うの。読めない。どこ。そう感じられたのは陶芸で生きる理由を聞いたからだ。この世になかったものを作るのは私の宿題だから。青木亮太。ディスカバーチャット。